こんばんは。大阪の仮住まいに戻ってまいりまして、忙しかった。今日は、梅田と、それから岸和田でね、ちょっと用件を済ませてまいりまして、今戻ってきましたけど、最近物事はうまく進んでるんですけど、忙しいなと思うてね、もうちょっとこうゆっくりするつもりだけど、結構こうパソコンに向かう時間がない。人と人ね、車で移動したりとか話をしながら、まあ、今日は電車戻って移動しましたけど、電車と車で、おかげさまで忙しくさせていただいております。で、ようやくですね、例のその戦争法案の無効確認、請求訴状の訴状を大まかに挙げてあるの、そこをちょっと手入れをしてですね、PDF ファイルを加工して、そういう作業に入れるかなと、やろうと思ってて、ちょっと難しくて、できないなって、集中できないということで、時間が取れなくてですね、来週月曜日にはちゃんとね、皆さんからダウンロードできるようにしときます。はい、だいぶ今日はこれから時間が取れそうなんで、集中してできると思います。まあ、もう一件仕事も残ってるし、ブログも書かなきゃいけないんですけど、頑張ってやろうと思います。はい、で、明日はですね、そうは言いながら、明日は高知に帰るんじゃないかなと。明日の夜から、朝にかけてですね。で、土日高知かなと。そしてまた大阪に戻ってきて、今度は東京方面に月末に行くかなというようなところで、おかげさまで、非常に忙しくさせてもらっておりますが、ずっとかねてから抱えてます福岡の案件をですね、これも早く済ませたいなという思いがありながら、なかなか福岡の方に行けないんで、ちょっとそれは、訴状を、福岡の案件についても訴状を福岡地裁の方に郵便で送るような形で対応せざるを得ないなと思います。できたら福岡に行きたいんですけどね、直接。取れるかなというところですけど、ちょっと、なかなかこう人と人と会うのがね、長い時間過ごさなきゃいけないんで、今日も、なかなか人との付き合いっていうのは、自分の思ったようにね、時間が調整できないですから、なかなか行きませんけどね。頑張ります。でもだいぶいろんなことが進んだな。あとはね、マチカフェ TV でやってきたこの市民ネットメディアグループ CNM なんかをこう手こ入れしたいなと思ってますけどもね。東ンバーシチズンのマスターの西岡さんなんかとね、やっぱり、相談をしながらやっていきますけど、やっぱり、新聞、テレビがですね、報道できない、しようとしてもできない部分を伝えていくネットメディアというのを、一つ、みんなの力を合わせてですね、なんとか、国民の皆さんに真実を伝えていく媒体を作りたいなと。ここに私がずっと関わり込んでいくべきだと考えておりますので、そんなことを言って、何を計画して何をどう作って、それがどううまく機能するな、のなんていうね、これができるから、
やるんだ、できないからやらないんだじゃなくてですね、そんなこと言ったら始まらないんで、できなくても作り上げるぐらいの気持ちでやらなきゃいけないです。誰がやっても無理だから俺が作るみたいな、そんな偉そうなことは言いませんけど、まあ、他の人は躊躇してやらないかもしれないし、そんなものしんどいだけで、ネットメディアなんて、これまで散々ね、ここ数年原発の事故が起きてからもネットだの、動画配信だのいろいろやってきたじゃないかと、でも世の中変わらないじゃないかという、まあ、意見はあるんでしょうし、私もある意味、学校に来ている部分は確かにあるんです。でもだからといって諦めない、だからといってやめない、今まで続けてきたことを継続して、成功する方法を探すだけと、これがダメならこう、こっちがダメならこうと探し続けて、やり続けていくということですよね。インターネットメディア、非常に簡単で、費用もかからずに、国民同士が情報を共有できる時代になってきた。過去にね、まあそれこそそのローマ帝国がどうのとか、皇帝ネロがどうのとか、ブルータスお前もかとかですね、豊臣秀吉がいたり、明智光秀がいたり、徳川家康の時代になったりとか、いろいろあったんでしょうけど、やっぱり情報っていうのは大体その時の支配者が握ってですね、我々その一般庶民層っていうのは情報をコントロールする、情報を制御したり発信源になったりするってことがなかなかできなかった。しかし今インターネットで情報の発信源になれる、情報を共有できる、これは非常に素晴らしいことで、ただこの原発事故以降つくづく思うのに、我々、いわゆるなんていうかね、体制に、上がらん、側も情報を発信するんだけども、体制側も支配し続けようとして情報を発信すると、いわゆる国民を洗脳するといういわゆるその、まあ、ネトウヨがどうとか、今社会をこう牛耳っている支配している人たちもですね、大きな資金力を、持って、自分たちの支配を強めようという情報を発信する、まあ、そこのところの計算が我々ネットで動く市民活動家たちにはできていなかった、やはりこうなんていうかな、利患の刑といいますかね、お互いこう間にこうくさびを打ち込まれて、疑心暗鬼になって、妨害者たちにかく乱されて、あいつがこう言うた、こっちからああ言うたって、いやあいつが私を罵った、あいつが私を批判したとかですね、まあ、そんなことばかりになって、まあ、相手側の思うツボ、まあ人と人の関係っていうのはある意味ガラス細工のようになんとか成り立っているところがあるんで、お互いのこの気持ちがあってようやく成り立つところがあるんで、そこにこう変な悪意を持って、かく乱戦術を入れられると人間関係っていうのはもろくも崩れると、いうところでね、そういうこともあるんだなと、妨害者っているんだなと、やっぱりその、スパイじゃないですけど、かく乱をしてくる人たちはいるんだなということを現実に受け止めて、じゃあどうするかなというね、そういういろんなインターネットを利用するんだけども、インターネット上のいろんな問題もあるんだよということを理解しながら、また再構築するということでね、そういう手順がこれからも必要なんだろうと思いますけどもね。ひろしですからさん、KO さんですね、藤島さんの力はまだ小さいが、藤島さんのような心意気を持った人が増えればこの国は良くなると、ありがとうございます。まあ私も大したことはできませんけども、絶えず目標に向かって、準備をし行動していくということはし続けますので、
まあ、皆さんもできる範囲で、問題をまずきちんと捉えて、自分がどのように立ち位置にいるのか、どのような立ち位置にいてどのように苦しんでいるのか、どのような問題を抱えているのか、まあ、そういうことを把握してですね、そして自分に何ができるのか、まあ、失敗を恐れずにやるっていうことは、まあ、口では言えますけどなかなかできないことなんで、まあ、失敗しても失うものは別にないじゃないかっていうぐらいの、まあ、気持ちで私はやりますけど、それはなかなか他の人にそれをやれと言うてもですね、それは無理な話なんで、私は私で、まあ、失敗をしつつマイナスを抱えつつもプラスも抱え込んでいくというやり方でやりますので、まあ、それはそれでいいとしても、なかなか一般に生活している人にですね、無茶をしろってのは無理な話なんで、皆さんができる範囲で、力を出してもらうと、まあドラゴンボールの元気玉っていうのがありましたけどもね、みんなが少しずつ力を出してパワーを注ぎ込んで大きなエネルギーボールを作って、まあ、それを元気玉と大きな塊にして相手にぶつけていくというようなとこなんですけど、まさに、このドラゴンボールの元気玉を作っていきたいなと思っております。まあ、以前は国会の周りでね、マジンガー Z 藤島というようなことで、国民の意思を私に、国民の意思が私を動かすんだみたいなね、そんなこと言ってましたけど、まあ、おおむね大体変わらずにやってますんでね、ここのとこ、妨害者の影響もあって、どこで何をして、誰とどう打ち合わせをして、何を考えているかみたいなことを具体的に言ってませんけど、まあ、ある意味、今まであまりにも明け透けに言い過ぎたんであって、まあ、これがまあ、限度で普通なんだろうと、あまりにもその、真実を伝えると言ったってですね、妨害者たちに、ごちそうさまってこんな情報をいただきましたみたいなものは出さなくてもいいんでね、そういう意味では、まあ適度に、まあ皆さんも想像力を膨らませていただいて、まあまあうまくいってるんだろうと、僕の顔色を見ていただいてですね、想像してやっていただければいいんじゃないかなと思っております。はい。まあとにかく今日が、木曜、明日金曜でしょう。はい。で月曜日までにですね、PDF ファイルの加工ソフトも使いこなしてですね、まあまあまあ簡単なんで、前のパソコンで前のソフトならすぐできたんですけど、パソコンが変わって、ちょっとソフトもなんか僕の知らない扱い慣れてないソフトなんで、こう集中できないんですよね。もう面倒くさくなってこうできなくなっちゃうんで、そこのところしっかりやっていきたいと思います。じゃあ月曜日にはPDF ファイルはアップするようにしますが、はい、放送は毎日行いますのでね。でだから今週末から高知、ですね。で来週は大阪に戻って、月末にかけて、東京方面ということで、また移動しながらですけども、しっかりと人付き合いをしてですね、インターネットメディアグループ、日本ネットメディア協会というような、大きなものをですね、作ることを目指して頑張っていきたいと思います。それからこれまでマチカフェ TV でいろいろ言ってきましたですね、まあ、自然エネルギーと農林水産業の融合事業であるとか、まあ、その中でもイチゴの栽培がどうとか、魚、地元の高知のおいしい地元の魚を生かしてどうとか、いろいろ言ってまいりまして、そのことを総合的に視野に入れてやっているつもりですのでね、はい、また皆さんに大きな動きをですね、お知らせすることができるようになると思いますが、まあ、その時までに並行してその妨害者に対する警察の動きと、そして民事裁判で、きちんと妨害者の動きも止めて、まあ、もう少し分かりやすい放送にしていきたいなというふうに思っております。はい、それがまあマチカフェ TV の動きですね。で戦争法案については私が作った無効確認請求訴訟、まあまあ
全国のね、私が早くアップして、そして全国で、あちこちでこの訴状が提起されるようなことになれば、ひょっとしたらいい裁判官に当たるかもしれませんしね。で、それが効果がなくてもですね、戦争法案が有効だとしても、それ自体が違憲だということで、他の方々もいろんな動きがあるみたいですから、松坂市の市長とかですね、はい、弁護士の方とかですね、やっぱり動いてらっしゃるようなんで、それはそれで、そこをこうちらっと見ながら、なんというかな、失敗を恐れずにやれるなというふうに思ってますけどもね。戦争法案に関していろいろ国会で議論されてますけど、やっぱり物足りないのは野党の追及でしょうかね。何がね、日本の国益なのか、我々国民の利益、戦争法案なんていうのをですね、通して、アメリカの後ろでですね、オスプレイに乗って、兵站を作って、補給なんかをしているとですね、それはもう、どうやったって日本が戦争に参加したって言われるんですから。で、結局ね、我々日本人はもうすでにそうなのかもしれないけど、中東でね、尊敬されていた日本人がもうアメリカの一員だとみなされて、旅行もできない。例えばほんの5年10年前ならですよ、ほんの5年前ならじゃあエジプトでピラミッドを見たりとか、イランに行って、古い遺跡を見たりとか、ね、アフガニスタンで水の工事事業に携わったりとか、未だにやってらっしゃる方もいらっしゃるんですけど、日本人というのは中東諸国で受け入れられて、例えばトルコとかでは特に親しみを持って接せられてですね、エジプトも非常に安全だった。ところが今中東全体でですね、日本人をアメリカと同じ戦争屋の一員だというふうに見られて、我々日本人が安全に旅行できる中東地域の国っていうのがもう極端になくなってきたと。いわば世界で日本人はある意味ですよ、たとえ北朝鮮であってもですね、日本人というのはそんなに、じゃあだから不正なことをしなければ、不法な方法で入国しなければ、ある程度大きな意味合いで、世界をこう旅することができるというふうな言い方で言えば、日本人は割とどこでも行けたんだと思いますけどもね、ちょっと前までは。ところが今はもうアメリカと同じ戦争屋の一員とみなされてですね、日本人として、大手を振って歩けないところが多くなった、そういう意味では非常に世界の中で歩けない地域が広がってきた、アメリカ人なんかもっと狭いんでしょうけどもね、そういうこの日本人全体がですね、世界中自由に歩けていた日本人が中東諸国、世界中で、歩けない、危険で歩けない地域が増えてきた。この全体のその損失、これをどう考えるのか、とんでもない損害が起きてるんだと。日本国民全てに世界を自由に旅できない危険な地域ができてしまった。これはもうものすごい大きな損失だと私は思うんですね。そういうことから始めて、国益とは何だ、アメリカにつき従っていくことがなんで国益なんだ、そのデメリットというのはこんなに大きいじゃないか、いうことで、石油を守る、石油利権を守るんじゃなくて、日本は海に囲まれているから洋上風力発電でエネルギーを積極的に作っていくとかですね、私の言う自然エネルギーと農林水産業の融合事業なんか、そういう着目点から発想が始まっているんですけれども、食料もエネルギーも自給自足率の高い国を目指すべきだ。これはもう当たり前のことなんで、
それをせずにしてですね、戦争屋に付き従っていくことが日本の国益なんだという、そのバカの一つ覚えみたいなことで、実は自民党は金に群がっているだけで、公明党は憲法20条の政教分離の原則を変えたくて、自民党の9条改正に乗っかっているだけ、まあ、こういう自公政権の本当の、まあ、汚い姿をですね、国民に知らしめていく、まあ、そういうインターネットの活動をしなきゃいけないんじゃないかということですよね。はい、まあ、しっかりとこのあたりをですね、公明党は自民党の憲法改正案、これは9条だけじゃなくて1条をですね、天皇を国家元首とするから始まってですね、自民党の憲法改正案というのがあるわけですね。それは1条が天皇が国家元首である、9条は集団的自衛権を認める、そして20条は政教分離の原則を崩してしまう、まあ、こういう自民党の憲法改正案に乗っかってですね、公明党がなし崩し的にこの戦争法案を通して、いわゆる安保関連法案、安全保障関連法案を通して国民にですね、いやもう実質憲法改正しなくたって安全保障関連法案で自衛隊は国外に出て後方支援ができるようになったんだから、もうそれはもう今の憲法の字面とは合わないと、まあ自民党の高村さんが字面に肯定するみたいなことを言いましたけどもね、それを逆手にとってですね、もうこの今国会でとにかくシャニムニ自公政権がですね、安全保障関連法案を通して現実に自衛隊が海外で戦争ができる、戦争の後方支援ができるようにした上で、もう国内においてはその遠戦ムードを高めてですね、諦めムードを高めてですね、もうどのみち自衛隊は実質やってるじゃないかと、ならばもうなんか憲法の文言がおかしく感じるから、改正すればいいじゃないかという、そのなし崩し改憲に持っていこうとしている、それを公明党が憲法20条の改正に、本当は公明党が自民党に対してですね、憲法20条の改正を飲ませた上で、付き従って現在のこの安保関連、法案、安保法制ですね、安全保障関連法案が国会で審議され、与党は採決して決しようという方向で進んでるんだと、まあ、これをですね、やはりもっともっと大きな声で我々インターネットメディアが伝えていかなきゃいけないなというふうに思います。皆さんもですね、この公明党は憲法20条の改正、すなわち政教分離の原則をですね、なし崩しにするために今自民党の戦争法案に付き合ってやっているんだと、まあ、このことをですね、我々一緒に声を出して伝えていきたいですね。よろしくお願いします。で、来週月曜日には繰り返しになりますけども、PDF ファイルをつなげる形でですね、この戦争法案の無効確認請求訴訟が誰でも地元の地裁で提起できるようにやっていきますので、よろしくお願いします。はい、今日はこういう簡単な説明で、放送は終わりです。パソコン作業をして、風呂入って、いっぱい飲んで寝ます。ありがとうございました。おかげさまで忙しくさせていただいております。頑張ります。また明日。